どうもこんにちは、田村です。皆さん、ムンク展行きましたか？なんか少し前からちょいちょいポケカとムンクがコラボするっていうんで、YouTube 上でも僕結構話題にしてきたんですけれど、ようやくピカチュウのプロモカードがもらえる、1週間に入ったんで早速行ってきました。僕自身あんまり芸術というか、そういう絵画には興味なかったんですけれど、行ったら行ったで楽しめましたね。なんか展示室がいくつか分かれてるんですけれど、ムンクの人生について、語りつつ、それに関連する絵を展示してあるみたいな感じで、ムンクの人生の流れを知りつつ、それに関連する絵を見ることができたので、僕みたいなムンクのことをさっぱりわかんない人でも、ムンクってこういう人なんだ、で、この時代にこの絵を描いたんだな、ぐらいのことはわかるようになってて、初心者にもわかりやすいムンク展だったかなと、そんな風に思います。僕って多分自分の認知してる限りではムンクの絵ってこの叫びぐらいしか知らなかったんですけれど、他にも有名な絵がいっぱいあったみたいで、これからムンクの絵を見た時に、あ、これムンクの絵っぽいなっていう風に認識できるくらいにはなったかなと、そんな風に思います。僕、ムンクに関しては完全ににわかなんであんま詳しくないんで、言っててもしょうがないと思うんで、なんかいろいろ買ってきたんで、それちょっと紹介しますね。タックボルトは売ってないです。これはムンク店に行くと今ピカチュウのカードをもらえたじゃないですか。で、そのピカチュウのカードが裸で渡されることがもう目に見えて分かってたんで、その補強用にコンビニで買ってったパックです。だからね、この中に確かね、ピカチュウのカードをどっかに入れたんだよな。あったあったあった、これ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 。これでようやく、ピカチュウ、イーブイ、モクロウ、ミミッキュ、コダックの5種類のムンクコラボのカードを全部コンプリートできたんで、ちょっと後でファイリングしてみようかなと思います。パックはね、なんか1枚タックシーム出た覚えがあるな。なったっけ？あれ、出なかったっけな？なんか出た覚えあるけど、ああ、そう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 。ピカゼクのダブル R 普通に出たんですよ。ムンク店行く前にこれで単純にテンション上がるっていう。それはいいんですけど。あと何も買わないのもあれだなって思ったんで、よく使うクリアファイルとりあえず買ってきました。あざとさ全開ですけど、これ使おうかなって思います。一応裏に、ムンクの紙？これ印刷されてんのかな？なんか印刷されてるっぽいっすね。一応こういうのもあったんで買ってきましたよと。あとなんかすごいツイッターでトレードの要望とかをよく見かけるんですけど、なんだかな。叫びポケモンキーホルダーっていうのもあったんでガチャガチャやってきました。2回やったんですけど、2回とも同じの出たんですよね。2回ともコダック出るっていう運がいいのか悪いのかよくわかんないですけど、なんかどっかつけとこうと思います。2個あるんで1個余ってるんで、欲しい人いたらあげます。じゃあこのムンク店のカードファイルの中に確かカードを入れてあると思うんで、ピカチュウも入れてあげますか。なんかこれもなんだかんだ言ってもう今売り切れちゃったらしいですね。やっぱなんかせっかくなんで全部出して見てみましょう。ようやく5枚全部揃えられたんで満足です。この3枚はポケモンセンターで各所パック買うともらえて、このミミッキュはこのカードファイル買うとついてくる。で、最後ピカチュウは、ムンク店行ってもらってくださいねっていう、そんな感じですね。一応、この動画上がるのいつになるかわかんないんですけど、今調べたら、12月16日、日曜日まで、ムンク店に行くとピカチュウのこのプロモカードもらえるみたいなんで、興味ある人は、ぜひ、行ってみるといいかもしんないですね。ムンクのこと全然知らない人でも、行ったら、結構展示室内でムンクのことをいろいろ事細かに説明してくれてるので、すごい楽しめるんじゃないかなっていうような気がします。あとこういう形で芸術に興味を持つきっかけを与えてくれたのはすごく良かったかなと、そんな風に思いますね。上野にある東京都美術館でやってるんで、よかったら、行ってみてください。それじゃ、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。